今回は Nintendo 3DS 向けに久々の完全新作として開発を進めています。今作ではシリーズで初めて仲間と2人で協力して戦うことができます。弱い敵には1人戦い、強い敵には仲間と協力して戦うといった戦況に応じた戦い方ができるようになっています。選択の幅も広がり、より深いゲーム性を実現しています。